ニュージーメンさん、どうも高橋です。最近こうね、養老のねサービスエリアでいつも大たこ焼き食べてる。たこ焼き、大たこ焼き結構うまいよここね、うん、愛知県って結構ねたこ焼きがうまい店がないんだよね、うん、たこ焼きがね愛知県民説教じゃないかな、名古屋の人間。もううまいたこ焼きをだな、作らないとダメなんだよ。これはね、まあ合格点出てる。たこ焼き結構僕あれなんですよ、あのお好み焼きたこ焼き評論家なんで、うるさいんですよ味にね。でちょっとこれはねなかなかいいよ、なかなかうまい、うん、うまいなこれ。ただ僕はねこの関西系のこれでね、キャベツをもっと多くしてほしいんだよね。キャベツ入れるとね、なんか大阪の友達がね、たこ焼きじゃねえとか言ってくるから。あ、うまい。はい、琵琶湖やってきました。先週ぐらいにね、あのこのでかいのが入ってきてるってことで、俺一人で5時間投げ続けたんで、結果坊主やった。今日は入ってんじゃねえか。回遊してきてこっちに車両に刺してきてる。うん、これで浜王でドエンとしてミドスト、これでちょっと一発出るか、ちょっとやっていくよ。これで使うか。ラインはね、海王っていうね6号の糸前巻きました。海王です。強靭なこれでいけるかな。今日も大好きなイワシからね、ブリブリこれ釣れるよ。こいつってるわ。こいつでやってる人がいるね。うわー、めっちゃ広大。鳥がいる。気持ちが良すぎるぞ。おお。水はこんな感じ。泳ぎ確認。浜奥。ラインをちょっと食い込ませるか。くー。調整が大事だからね。どんなもんかな。メカニカルブレーキ。ごめん鳥くん。これライン全部出ちゃうわ。ほら。自分肩が強いんだよね。遠投しすぎちゃう。ラインが全部出ちゃう。30分ほど投げて、この界隈入ってないですね。うん、夕方一発チャンスはあるかもしれないですけど、まあシャローに刺してきてない状態で、でも水草がねその辺からずっと枯れちゃってもうない状態なんですよね。で水草がない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 の、あそこ今鳥がいるあの界隈だけ水草が、残ってる。ひしもですよね、ひしも、まあ、こういうやつ、水草があそこまで残ってる、溶ける前の状態ね。だから水草がと砂浜の切れ目を今丹念に攻めてきたんだけど、行ったら一発で出るからこのルアーは。食わないってことは魚が入ってない。今ね夕方刺してくるタイミングに会えばっていう釣りになるね。だから今からここで6時間、今ちょうど12時ぐらいか、今から6時間投げ続ければ1本は出るのは確定する。ただそれを待ちの釣りしてもしょうがないから、今いるエリアに入った方が早いね。うん、ちょっと移動するか。これ今鳥がね入ってるっていうのでも2つ種類があって、鳥が今休憩に花休みにいるのか捕食してるのかっていう状況だけで見てもらったら分かるんだけど、カワウ頻繁にある捕食してますね。
潜って食べて潜って食べてを繰り返してる状態、羽休みじゃなくて捕食活動をしてるから結構な数のベイトが今湧いてる状態だから、でかいのが入るタイミングがあるのはあるだろうね今日ね。うん、見えるかな、お答えした方がいい。あの捕食をねしてるんですよ、羽休めのパターンとこれ捕食パターンね。だから真下にかなりの数のベイトの大群が入ってる状態、みんな捕食してるでしょあれ。潜って食べて潜って食べて、あの子もね潜って食べて、粘る価値ありなんだけど、まだでかいのお気に入るね。どうすべきかもな。ここ魚入ってないですね。移動しましょう。魚が刺してくるのが4時間後だ。今全部打ってきて探ってきたけど何の反応もないし、デカバスも入ってない傾向にあるな。ベイトは寄ってるシャローに。まあ来週ぐらいまた1本出るかもしれないね。この界隈でもでかいの出るから。ここちょっとこれ投げていこうか。オオサンショウウオ、めっちゃ綺麗だね。サルビアの花、名所になってますねここサルビア。動くねサルビアが、綺麗だね。すいません、コスモス畑でした。豊かな農村環境を目指して。コスモスの花なんだこれ、初めて知った。これがコスモスなんだって、生まれて初めて知ったわ。コスモス畑、広いな。これもでかいの入るから、まあ、1本いたらちょっと出したいなと。やっぱこれスリッパダメだなこれ。これスリッパで釣りはダメだな、滑るぞマジで。めっちゃ滑るこれ。ついてることもあるんでね、まあ攻め方としては、まあ、足元ついてることあるんですよ。だからもう初めその辺探りながらね、手前から攻めてちょん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 つって一発で食うことあるからね、入ってると。全く釣れませんね、反応ないですね。あそこの木の下にでかいの入ることあるんだけどね、今打ってってんだけど全然食わないね。入ってないね。もうちょっと沖の方出てるな、多分な。この界隈バスいないな。コスモス畑でね、皆さん花の写真を撮ってるようですけれども、めちゃくちゃ綺麗ですね。ほらほらほら、綺麗でしょ。ただ、一つ言えるのは、これ人工のやつなんですよ。ね、人工の花じゃなくて普通に山の中とか川の中とかに自然に生えてる雑草の花、それが自分はより美しいと感じてますね。まあ、結構花にはうるさいですから、いろんな花がねベチュニアが咲いてますね。これ外来種の外来種だな。これね、いい匂いすんだよこれ。うちにもあるよこれ。匂い嗅いでみて、めっちゃいい匂いする。これ蚊が近寄ってこないって言うけど蚊だらけになるからあんまり効果ない気がする。これね、いいよこの匂い。この花の匂い嗅いでみて、みんなこの草の匂いがめっちゃいい匂い。外来種かもしれない。そして今日もやらかしてます。こういうズボンを履いてくる時点でこういう状態。この時期秋はこれだからダメなんだよ。今日こそ一発出すよ、これ投げてくで。心地いいね、波の音。あとは魚が回遊してくるのを待ちましょう。バラしてるからね、バギモの底で。この間出るんじゃねえかな今日。投げる前にね、藻がついてると絶対これを取った方がいいんですよ。こういう藻をね取ってると泳がないから。
今日は風が強くて、ね、ちょっとやりづらい感じなんですけど、魚が全くいないですね。全く反応がないです。何にも。ちょっとこの界隈じゃない、沖出てるかな。魚がいねえど。もう投げ続けるしかないよね。まあ、入ってこないこともないわけない可能性としてはいる。ちょっと投げてきますわ。はい。小バスすらいない状態。ノンバイト。ちょっと今日はこの界隈バスが入ってないっぽい。相当薄いね。ここじゃなかった。どこにいるんだ。相当薄い状況。何の反応もなし。移動か。釣れねえ。クリアコ。こう、スクールとか、こうね、入ってるとこ行ったら30ぐらいのがバンバン釣れたりするんだけど、この界隈に入ってないんで、移動しましょう。ようやく釣れた貴重な一匹。散々いろんなとこ打って結局うわ貴重な一匹ずーっと食わなかったな。ついにいたね。小バスですけどめちゃめちゃ綺麗なバス。これうわ食ってくれたね。根がカリッかな思ったらグググッと27センチといったとこでしょうか。かわいいですね。ありがとう。綺麗ですね。癒しの時間ですねこれね。ミドストミッドストローティング。小バスが1匹釣った。もう1匹釣って帰りたいね。夕焼けがめっちゃ綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗な夕焼けで。薄いですね。全然釣れません。おかしいな。でかいの釣れねえな。ここ